最近皆さんがね気になっている星街トピック何ですか？面言の壁紙一番に聞きてえのがそれかよいいよいいよ、今じゃあ配布してあげる。7月のちょっと遅くなってすいません。いや別に遅くないか、7月まだ6日しか経ってない、全然遅くないね、うん、全然いけるわ。これか、ちょっと待って。いやまさか今日一番、胃の一番に言われるのが面言壁紙配布ありますかだと、え、なんか急に自分の配信が携帯から流れて本当にびっくりした。どうした本当に焦った今。何だったんだろう。実は気づいてる方がいるかもしれないんですが、最近のこの面言壁紙のね、文章は、私以外の方が書いています。そう。そう、あの姉が。だからなんか流暢にね、なんか豆知識とかを書いてるんですけどそんな豆知識とか別に入れなくていいよって言ってるんだけど、なんかだって何書いてるか分かんないなもんつってね言うとりました。今世紀最大の衝撃、本当びっくりした。スイちゃんだと思ってた。これこうしてああして、で公開設定をチャンネルメンバー限定にして投稿、問題ない、よし、オッケー、はい、更新しました。これで満足かよ、これで満足かよなんかね、確かにね、エゴサしたらね、もう今月分はもうないのかな、もう途切れちゃったのかな、メンバー壁紙って言われてたからさ、今日更新しようって思ってたんだよ。はい、これで眠れる、これで来月まで生きていけそうで、はい、来月まで生きてってください。ありがとう。メンバーじゃない方はね、どんなのか気になるって方はぜひともね、メンバーに入っていただいて、安いんで390円とかなんで、ぜひともよろしくお願いいたします。ゆらゆらナイスグッズ、ゆらゆらグレイト、ゆらゆらパーフェクト